花ちゃん TV をご覧の皆様、こんにちは。私、弁護士の藤塚です。そして、こちらにいるのが、はい、透明人間のまさるくんでやっております。はい、漫才コンビ、まさるバンドと申します。よろしくお願いします。いやー、まさるくんね、僕最近投げる話にハマってるんですけど、連休中、何してたんですか？いや、別にかわいそうな過ごし方はしてないですけどね。てか、じゃああなたは何してたんですか？え、ごめん、もう一回。だから、連休中、あなたは、いや、てか耳どこにあんだよ。さて、今日はいじめからの脱出方法について皆さんにお伝えしたいと思います。いや、話変わりすぎじゃない？まあいいですけど。ところで、マサル君はいじめとは何か具体的に説明することはできますか？いや、実はいじめとは何か、これは法律で定められています。あ、法律で決まってるんですね。はい。いじめ防止対策推進法の規定はこのようになっています。難しいことまでよくわかんないですね、はい、簡単に言うと、やられた人が辛い、悲しい、痛いと感じること、それがいじめです。時々やられる方も悪いからいじめじゃないんだって意見聞きますけど、これってどうなんでしょう？はい、その意見は法律上はっきりと間違っています。たとえ本当にやられた人に何かしら落ち度があったとしても、やられた人が傷ついていたらそれはいじめです。まあ何がいじめかは分かりましたけど、はい、実際にいじめに遭ってる人はどうしたらいいんですかね？はい、まず苦しいことが起きている場からはひとまず避難してください。なるほど、無理して学校に行ったりしない方がいいんですね。はい、はい、そして一人で抱え込まず信頼できる人に相談してください。その相談先として弁護士がいるということを知ってほしいと思います。え、いじめで弁護士が使えるんですか？はい、そうなんです。ちょっとどんなことしてくれるのか想像つかないんですけど。はい、いじめについて弁護士ができることはいろいろあります。まず、いじめのある環境の改善に向けた学校との交渉や、民事調停という裁判所の手を借りた話し合いの手続きの申し立て、損害賠償請求訴訟の提起、またいじめ加害者の刑事告訴などを弁護士に依頼することとして考えられますね。なるほどね。まあでも弁護士に依頼ってどうやって連絡取ればいいんですかね？はい、相談先ですが、神奈川県弁護士会では子どもお悩みダイヤルや管内法律相談センターの面談での相談をご用意していますので、ぜひご利用ください。その相談は本人からだけでしょうか？いえ、ご家族からの相談も受け付けています。またこのダイヤルではいじめ以外のお子さんのお悩みの相談も受け付けています。そうなんだ、はい、なんか無料だし気軽に相談できそうですね、はい、もちろん弁護士は守秘義務を負っていますので、他の人に聞いた話をすることはありません。安心してください。まずはお気軽にお電話ください。いや、だから耳どこにあんだよ。